皆様こんにちは。寒さ厳しく春の訪れを待ちわびる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。現在朝の9時半、機材はソラシドエアの B737、 鹿児島県霧島市上空。窓の外からは国分の街並みが見えます。飛行機に乗って鹿児島空港へ向かっております。今回は3連休のお休みが取れたので宮崎県で過ごしたいと思います。初日は日南に宿泊して、2日目は宮崎市内へ宿泊する予定です。少し前にもお邪魔した宮崎県ですが、最近県北の延岡によくお邪魔していまして、県南は久しぶりなので楽しみです。だいたい食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。ソラシドエアの皆様、安全かつ定刻運航感謝いたします。空港の外に出て足湯に入りたいけど、レンタカーを借りに行きます。借りました。高速道路に乗ります。今回はこんな感じで鹿児島空港から東九州自動車道を使って志布志まで、志布志から下道で日南へ向かいます。カジキジャンクションを国分方面へ、料金所を通過しまして、鹿児島空港から60分ほど走りまして志布志インターまで来ました。こちらで高速道路を降りまして、さらに東へ走ります。 JR の日南線と並行して海沿いをずっと走ります。高速道路を降りてから30分ほど走りまして、宮崎県串間市に入りました。この辺りは串間市の街中っぽいですね。もう11時30分なので朝ごはん食べたいです。こちらのお店で朝ごはんを食べたいと思います。美味しそうな丼が人気みたいです。ブリプリ丼にしました。手前が漬けのブリ、奥のブリに醤油だれと味噌だれをかけて食べるみたいです。これが醤油だれと味噌だれです。あら汁も美味しそうですな。いただきます。まずはあら汁から。ブリの旨味が出まくってるあら汁です。ブリの身もいただきます。皮と身の間がプルプルで美味しいです。プリプリ丼にタレをかけていきます。まずは醤油ダレを、次は味噌ダレを、これは期待できそうです。これは最近の若い方の表現で言うところのプリブリ丼しか勝たんってやつではないでしょうか。歯ごたえがあってすごく甘みを感じるブリです。ブリの味がしっかりしているので味噌ダレとめちゃめちゃ合いますね。トマトやパプリカも口の中をさっぱりしてくれて、ブリの美味しさを援護射撃。食べかけで申し訳ありません。丼の底に何か発見しました。これはライスペーパーにくるまれたブリの煮付けですね。柔らかくて美味しいです。もうですね、美味しすぎてご覧の通り一心不乱にお箸が進みます。お刺身、漬け、あら汁、煮付けとブリの美味しさを堪能できる最後まで美味しい丼でした。お値段なんと驚異の1100円。ごちそうさまでした。ちょっと近所に住まれてる皆様に嫉妬するレベルですごい美味しいお店でした。さてさて、日南に向かいたいのですが、ちょっと寄りたいところもありまして、東へ車を走らせます。入り口で400円払いまして、都井岬に来ました。
以前、日南に来た時に視聴者の方に動画のコメント欄でおすすめいただいた観光スポットなのですが。おお、お馬さんが歩いていますね。ここの道路はお馬さんファーストみたいです。せっかくなので先っちょまで行きましょう。おっ、あれが灯台ですね。ここから歩いていけるみたいです。坂を登っていきます。あれ、あれあれ。なんと令和4年の3月までは工事中みたいです。それでは、さっきのお馬さんがいたエリアまで戻りましょうか。またしてもお馬さんディフェンス。カメラスタンドまで置いてくれていますね。灯台には入れませんでしたが、これが宮崎県最南端の景色です。画面右手に見えるのが大隅半島です。ここから夕日撮れたら綺麗でしょうね。一頭だけお馬さんいました。お腹減っているからか一心不乱に食事しています。お食事の邪魔をしてはいけないので触りたいけどやめておきます。かわいいお馬さんに癒されました。それでは今日の宿泊先の日南まで行きたいと思います。こんな感じで海沿いをずっと走ります。1時間ほど走って日南市の油津港あたりまで来ました。ここから3分ほど走りまして。今日はこちらのホテルにお世話になります。ちょうど3時なのでチェックインします。それではお部屋チェックを。なんということでしょう。木材をふんだんに使われたスタイリッシュなお部屋です。ベッドはダブルサイズかな？帯杉という杉が使われているみたいです。窓からの景色は、うまくいけば朝日が見えそうなポジション。運転たくさんしたので眠気がきました。少し休憩させていただきます。夕方の5時過ぎなので晩ご飯を食べに行きます。実は今から行くお店に行きたくて、今回初日を日南宿泊にしまして、視聴者の方から動画のコメント欄でおすすめいただいたお店です。いつも行き当たりばったりの私ですが、今回は満を持して予約させていただきました。こちらのお店です。まずは日南の夜に乾杯です。初出しと各席が到着しました。いただきます。初出しを。サクッとしていて、でもプリッともしていて。生姜を乗っけて。生姜と食べると肉の旨味が加速します。ご飯、ネギ牛タン、炙りレバー、特上ミノです。牛タン焼きます。いい焼き加減ですね。山盛りのネギと食べると美味しい。全身で牛タンの旨味を味わっています。そして白ご飯が止まりません。それではレバーを、少しだけ無塩ロースターで炙りますよ。これぐらい焼けばいいかな。微妙な感じの血の気としっとりとした食感で、美味しいレバーって、ごま油の風味と塩で、ご飯が進むんですよね。新鮮ですなぁ。特上ミノも焼けてきました。焼肉のタレが味噌っぽくて、ミノが食べ応えあるので、このタレがめちゃめちゃ合います。コリコリしてめちゃめちゃ美味しいなぁ。
ご飯の大おかわり、ウアロース、和牛下がりです。和牛下がりを焼いていきます。塩で味付けします。赤身の高級ステーキを食べた時の感覚を思い出しました。あっさりしているのに牛肉の味に奥行きがあって、噛むと舌の奥の神経まで味が届くような美味しさ。そしていい意味で血の気を感じる味です。焼肉というより高級ステーキよりのお肉だなぁと思います。頬肉のスープも到着しました。スープは塩ベースのあっさり、セロリかな、香草の香りもする気がします。そしてスープに牛の旨味も感じますね。頬肉は文字通り、ほっぺたみたいな柔らかさです。少しもちっとしていてあっさりスープに合いますなぁ。それでは上ロースを。お塩で。こんだけ分厚い肉だと多少は筋とかってあるもんだと思うのですが、全方向で柔らかいです。美味しいお寿司って少し噛むだけで、シャリがほろりとほぐれますが、このお肉もそんな感じです。ちょっと噛むだけで歯がめり込んで、肉の旨味が口に広がりますね。その食感が心地よいです。ちなみにこちらの焼肉屋さんなのですが、最近新店舗もこちらのお店のすぐ横にオープンされたみたいでして、現在2店舗で営業されてるみたいです。お店のスタッフのお姉さんもとても親切で、一人なのに利用させていただき感謝です。ごちそうさまでした。いやーめちゃめちゃ美味しい焼肉屋さんでした。実は視聴者の方にホルモン辛麺が美味しいってお伺いしたのですが、それはランチの時のみでした。次回はお昼にホルモン辛麺を食べに行きたいと思います。ホテルに戻ってきました。お腹いっぱいなので今日は休みたいと思います。おやすみなさい。さよなら。おはようございます。朝の9時過ぎです。昨日はぐっすり眠れました。朝、ご飯を食べに帯城下町へ向かっています。帯町へ来ました。城下町なので渋い町並みです。道路の先に山があって、空が青くてめちゃめちゃ気持ちいいロケーションです。去年来た時はチキン南蛮を食べたのですが、視聴者の方から帯天という天ぷらが美味しいと教えていただきまして、こちらのお店で朝ご飯を食べたいと思います。カツオ飯と帯天盛り合わせにしました。これが噂の帯天ですか。いただきます。まずは帯天の丸いやつから。食べると、まずは、ごぼう特有の土属性の香りが、ふわっと口の中に広がります。2回ほど咀嚼すると、甘しょっぱい味がします。ごぼうの美味しさを全力で感じれる、天ぷらですなぁ。次は、この笹かまぼこみたいな形のやつを。これは多分豆腐ですかね。ふわふわしていて優しい味わいです。甘いさつま揚げみたいな感じなのですが、甘さが上品で、黒糖みたいなコクがある甘さに感じます。それではカツオ飯を。塩っ気が控えめな出汁の風味を感じます。カツオですが、漬けみたいな味付けがされているみたいで、酸味と醤油の風味がします。だしかけるカツオかけるごまでめちゃめちゃ美味しいなぁ。あっという間に食べちゃいました。ごちそうさまでした。それでは朝ごはんも食べたのでお昼ごはんまで少しドライブします。日南市の海側、
港の方へ向かいます。油木港あたりに来ました。車を止めて海を眺めています。ちなみにこの岩はライオン岩です。横顔がライオンに見えますね。それでは11時なので、お昼ご飯食べましょうか。昨日の焼肉屋さんの姉妹店です。もちろんホルモン辛麺定食です。おお、辛さんなのですが、ピリ辛で飲みやすいスープです。麺は柔らかいこんにゃく麺ですね。そしてホルモンを。プルプルと噛めば噛むほど美味しいです。辛麺って、ひき肉が入ってることが多いと思うのですが、ホルモンもめちゃめちゃ合いますね。こんにゃく麺を食べたので、ご飯を放り込ませていただきます。1合ぐらいあるんじゃないですかってぐらいのボリュームです。チーズチゲホルモン増水として復活しました。これはめちゃくちゃうまい増水です。ご飯と一緒にホルモンを噛むと甘くて甘くて。ホルモンの旨味と出汁とチーズ、そしてご飯の美味しさが口の中で合体しています。めちゃめちゃホルモンが入っているので、最後まで飽きずに食べることができますね。周りのお客さんはカレーライスを食べてる人も多かったです。次はカレーライスも食べてみたいですね。1000円でお腹いっぱい。すごい満足度です。ごちそうさまでした。お昼ご飯も食べたので、それじゃあ、ぼちぼち宮崎市内へ向かいますか。こんな感じで海沿いの道を通って車を走らせます。宮崎市内に行く前にちょっと寄りたいところがありまして。お、見えてきました。隣のトトロがいると聞きまして。セメントで作ってると思うのですがすごい質感です。違う角度からですが小さいトトロも可愛いです。娘さんがトトロ好きなお母さんのために作ったトトロみたいです。なんと傘まで置いてくれています。ここにお金を置くシステムみたいなので気持ちだけですがお賽銭させていただきました。ふぅ、トトロに癒されましたね。それでは再び宮崎市内へ向かいます。堀切峠を過ぎたあたりですが、画面奥に宮崎市内の街が見えてきました。日向サンマリンスタジアムを画面右手に眺めて、立花通りまで来ました。今日はアパホテルさんにお世話になります。それでは少し休憩させていただきます。いやちょっと寝すぎました。夜の9時です。ちょっとここまでお肉や炭水化物が多い気がするので、お魚を食べたい気分です。ホテル近くのこちらの居酒屋さんを利用させていただきます。宮崎の夜に乾杯。料理待ってるのですが、お箸の袋がハートフルです。課題頑張ってください。大好きなカワハギのお刺身。いただきます。少し分厚めのお刺身です。コリコリして甘いカワハギです。それでは肝も一緒に。安定の美味しさ。刺身のコリコリ感と肝の濃厚さのコンボにやられました。さっきまでイケスで泳いでいたやつなので、とても新鮮です。メヒカリの唐揚げを。淡白なんだけど、ホクホクしていて唐揚げの衣の味と、めちゃめちゃ合いますな。メヒカリのホクホクさと、ほんのりした甘さがめちゃめちゃ私の思考に刺さりました。シンプルな味なんですが、癖になる美味しさです。
素揚げや塩焼きでも一度食べてみたいと思うようなお味でした。かつお節が踊っている佐土原のナスとニンニクの丸揚げをいただきまして、最後はうまレバーです。この輝き、めちゃめちゃ美しい色しています。おお、めちゃめちゃコリコリしています。牛のレバーはしっとり系ですが、こちらはヒラメの刺身くらいコリコリです。濃厚なんですが後味もさっぱり、付け合わせの玉ねぎもいいアシスト。ごちそうさまでした。もうちょい何か食べたいのですが、日曜日の夜だからか閉まってるお店も多いです。人が多くてカメラ回せなかったのですが、肉巻きおにぎり買ってきました。ホテルで食べたいと思います。肉巻きおにぎりと肉巻きおにぎり、タルタルソースです。レタスは後で巻くシステムみたいですね。まずはプレーンからいただきます。久しぶりに食べましたが、見た目以上にあっさりですね。豚肉だと思うのですが、豚の生姜焼きみたいな風味でご飯が進みます。レタスがシャキッとしてごまの風味が香ばしくて、ご飯に肉汁が染みていて美味しいなぁ。タルタルソース味を。豚肉にもタルタルって合うんですね。こってりしてこれはいい味変です。次はチーズ味にもチャレンジしたいです。ごちそうさまでした。それではおやすみなさい。おはようございます。3日目の朝11時です。朝の西立花通りをゆっくり走っています。今日は夕方の飛行機で帰るので、もう少し宮崎市内をうろうろしたいですね。朝ご飯はずっと行きたかったこちらのお店で、料理を待っている時間は詰将棋をして頭の体操をします。スペシャルコンビというセットにしました。チキン南蛮ハンバーグのセットです。いただきます。チキン南蛮から。なんという繊細で上品なソースなのでしょう。お酢と卵の風味がおしとやかで三次元的な美味しさを感じます。南蛮は鶏もも肉なんですが、ジューシーなだけじゃなくてカラッと揚がっていて軽いです。どうやらこのセットのチキン南蛮はもも肉で、特製チキン南蛮というメニューだと胸肉になるみたいです。次はハンバーグを。デミグラスソースが渋くて甘さに頼らないデミグラスソースだと感じました。ハンバーグも肉肉しくて混ぜもんなしの純度 100% って感じです。このソースとお肉がめちゃめちゃ合ってますね。そしてすごい美味しいご飯、ピンとしていてガムと甘くて、チキン南蛮にもハンバーグにも相性抜群なご飯です。すごい行列できていて人気店みたいですが、納得の美味しさですね。ごちそうさまでした。いやー、美味しい朝ごはんでした。料理の提供までしょう？時間はかかりましたが、素材から調味料まで丁寧な味がしまして、料理というものが、食事というものが尊いものだと認識させていただけるような、大将の料理に対する行事のようなものを感じる食事でした。さてさて、昼ご飯も食べておきたいですね。宮崎駅まで来ました。駐車場に車を止めて、駅横のアニャプラザに行きますよ。ちょっと行ってみたいお店があるので、4階へ。こちらでお食事したいと思います。宮崎牛のひつまぶしにしました。お茶碗によそいます。これは高級焼き牛丼と言いますか。
お肉の甘さと、タレの甘辛さがドンピシャな、宮崎牛です。ご飯もお肉の脂で美味しいです。ちょいと若い、方向けの味付けかと感じますが、若い時の私なら肉一枚で、お茶碗一膳食べれちゃうぐらい、お肉の味が強烈です。2杯目は、わさびと山椒とネギをかけまして、3杯目は出汁をかけます。優しい風味の出汁。そして、この出汁で、海苔の味わいの輪郭がくっきりします。三つ葉も爽やかで、最後まで美味しくいただけます。高級しゃぶしゃぶを食べた後のような満足感です。ごちそうさまでした。ぼちぼち、鹿児島空港へ向かいたいのですが、ちょっと寄りたいところがありまして、JR の日豊本線の高架沿いを北上しまして、JR の宮崎神宮駅の近くへ来ました。右手には JRA 宮崎育成牧場、場外馬券場が見えます。しかしここを左折しまして、視聴者の方が教えてくださったこちらのパン屋さんでパンを買いたいと思います。クロワッサンとチョココロネ、カレーパンとメンタ、フランスを購入しました。10号線を南下しまして、宮崎インターで高速道路に乗ります。この尺を利用しまして、少しパンのレビューを。鹿児島空港でカレーパン食べたのですが、牛肉がでかくて玉ねぎの甘さも際立つ食べやすいカレーパンでした。しかし私の中ではパンの生地のもちもちさが強烈でした。もちもちしたパンの生地にカレーのルーと、でっかい牛肉がめちゃめちゃ合いますね。家に帰ってから食べたのですが、明太フランスも食べ応えがあるバゲットで、こっちも美味しかったですね。クロワッサンもバターの香りとサクサク食感で、クロワッサン、コーヒー、クロワッサン、コーヒー、と無限に食べることができますね。そろそろ都の城インターです。霧島方面へ向かいまして、420号線をひたすら西へ西へ、細い道路をずっと走りまして、霧島神宮へ寄らせていただきます。少し、だいぶ遅い初詣です。これは強烈な階段ですね。本殿に来ました。お参りさせていただきます。お賽銭投げた後に手が合わせられない。無事お参りできました。私に、そして皆様に今年もいいことがありますように。西日がめっちゃかっこよく映っていますね。駐車場へ戻りますか。それでは鹿児島空港へ向かいます。山と山との間に見える空に癒されます。空港の近くまで来ました。レンタカーを返却します。返却しました。まずは問答無用で展望デッキです。夕日は背中の方向なのですが、マジックアワーの空が綺麗ですね。少しタイムラプス撮影を楽しみまして、あとは飛行機に乗り込むだけですね。飛行機に乗り込みました。そろそろお別れの時間ですので、少しレビューをさせていただきたいのですが、ご覧の通り夜の便で景色が真っ黒なので、背景の動画を日南市のライオン岩が見える海岸に変更させていただきました。それでは、久しぶりの宮崎県南の旅行でしたが、日南も宮崎市内も食事が美味しくて、おかげさまで楽しい旅になりました。旅行前は、日南の焼肉屋さんのホルモン辛麺食べてみたいなーって軽いノリで飛行機のチケット取ったのですが、実際行ってみるとブリプリ丼、ごぼうの帯天、メヒカリの唐揚げ、チキン南蛮あたりが私の思考に刺さりまくりました。
大変ありがたいことに、私の動画のコメント欄に、視聴者の皆様が美味しいお店をよく書いてくださるのですが、宮崎県の動画は特に、たくさんの皆様がおすすめのお店や、食事を書いていただき感謝です。今回は特に、たくさんアドバイスを参考にさせていただきました。この場を借りて、心からお礼を申し上げます。それではそろそろお別れの時間ですね。いつも最後まで動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。日南の海、空に流れる雲、風光明媚な景色とともに失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。